遠藤友子は、日本の政治家、実業家。福島県川内村長、元福島県川内村議会議員。福島市町村支援機構理事長、福島大学経営協議会学会議員。福島第一原子力発電所事故で避難を、余儀なくされた十二市町村の市長の一人で、2020年10月に、飯盾村の菅野則夫村長が退任して、以来、十二市町村の中で、 唯一事故前から市長を務めている人物となった。1955年1月9日、福島県双葉郡川内村で出生。1977年、福島大学教育学部を卒業。卒業後は、父が経営する金物建材を販売する有限会社渡屋に勤務し、取締役社長を務めた。1999年4月。 川内村議会議員に就任。2000年4月まで務めた。2004年4月、川内村長に就任。就任後、福島県町村会副会長、双葉地方町村会長、双葉地方広域市町村県組合管理者、全国水源林増林協議会連合会幹事、福島県水源林造林推進協議会長、福島県緑資源増林推進協議会長、 川内村社会福祉協議会長、川内村体育協会長、主要地方道尾野富岡線、改良整備促進規制同盟会長、福島市町村支援機構理事長、福島大学経営協議会学外委員などを歴任。双葉地方町村会長在任時、東北地方太平洋沖地震が発生。地震発生翌日の12日朝に、 富岡町の遠藤勝也町長から原発の様子がおかしいので町民を避難させてほしいと電話で要請され遠藤はこれを了承し避難者受け入れのために村内の公共施設を開放するよう指示したその後12日に福島第一原子力発電所の1号機が14日に3号機が水素爆発し川内村全域が屋内帯低域に設定村は 原発事故の進展を受けて15日に役場を閉鎖。遠藤は災害対策本部のメンバー、富岡町の遠藤町長と相談し、16日に全村避難を決定。避難先に郡山市のビッグパレット福島が選ばれたが、この施設の館長と遠藤は知り合いで、地震によって施設自体も被害を受けていたが、心よく避難者を受け入れてくれたと、 インタビューで語っている。2011年4月12日、ビッグパレット福島の敷地内に川内村役ばかり庁舎を設置し、業務を開始。遠藤は当初、村に戻るのは無理。向こう5年くらいは難しいと考えていたが、同年4月頃に川内村で測定した空間放射線量が予想よりも低く、避難していた郡山市などよりも低いという情報が入り、 遠藤は村の職員に対し村の復旧計画の作成を命じた。数多くの放射線に関する文献に目を通すなど既存の策を模索する中、福島大学を中心とした調査団に打診され、2011年10月末にチェルノブイリ原子力発電所事故の被災地を訪れた。ウクライナプリピャチでの住人が住んでいた時のまま、打ち捨てられた家や草木が反応した様子。 原発近くの公園に設置された原発事故で消滅した自治体の名を墓標のように並べたモーニュメントなどを視察し、事故で避難を余儀なくされた住民と交流したり、食品や環境の安全を確保する取り組みを学んだりする中で、必ずふるさとに帰るという決意が固まった。2012年1月31日、役場昨日ごと避難した旧町村の中で、 初めて既存を宣言。同年3月26日、役場機能を川内村で再開。その後、川内村立川内小中学園の設立、子育て支援、高齢者の生きがいづくり、企業誘致、ワイン醸造やご栽培などの産業おこしなどに尽力。村民の既存を促し、2020年までに住民の8割が既存した。ありがとうございます。